はい、どうも監督と申します。本日もウイニングイレブンクラブマネージャー、ウィクラやっていきたいと思います。それでは行きます。はい、それでは始まりました。ウィクラですね。ですね、まあ、新しいガチャみたいなの来てるみたいなんですけれども、ちょっとね、まあ、ガチャがね、熱いのかどうかっていうのはまだね、始めたことでちょっとよくわからないんですけれどもね、スカウトするためにラウンド数が1つずつ、5ラウンドスカウトスプリングエディション開催中ということで、スカウトするたびにラウンド数が1つずつカウントアップし、スカウト内容が変わります。ラウンド1は、10ペスコインでスカウトすることができます。ラウンド5では、星6から7の獲得チャンスがアップ、さらに2回やり直し可能。今回はなんと各ラウンドおまけアイテムがついてくる春の特別仕様ということで、ひょっとしたら、ね、結構熱いガチャなのかもしれないですね。はい、ということで、まあ、やっていきましょう。はい、現在、ね建設中の施設はありませんということで、マイタウンの方を確認していきます。何を作るのが一番なのか、とりあえず、ね、スタジアムをアップデートしましたね。はい、スタジアムの設備ですね。はい、もう最大レベルだね。もうね、スタジアムレベル3にせなあかん感じかな。もう大体の施設レベル3でね、これ以上上がらない感じなんで、スタジアムの、まあ、レベルアップ待ちですね。はいということで、まあ、とりあえず、これで、まあ、ちょっとね、80M かかかるんですけれども、していいもんかな、なんか足りひんようになるような気して、しゃあないんだけど、とりあえずね、まあ、保留にしておきたいと思います。はい。で、まあ、今日はですね、ガチャを引こうかなと思ってたんですけれども、とりあえずね、エキシビジョンマッチで、ドイツのレベル6とね、対戦しますので、まあ、ここに勝ってね、ドイツの選手をね、獲得していきたいと思います。はい、それでは行きましょう。いきますね。ドイツは628か。結構強いな。なので、選手、どうしようかな。一応これがスタメン的に最強のメンバーであると思われるんですけれども、ちなみにこれ、オーバメヤンだね。今日はね、オーバメヤンね、引退させようと思います。回復、全回復に14個、怪我全治7種、結構ね、大怪我を負ったみたいで、総合値72ということで、今期で多分契約切れるのかな。で、まあ今日はね、オーバメヤンね、まあ、この試合、まあ、出場できないんですけれども、この試合終わり次第、まあ、引退しようかなと思ってます。はい、とりあえず選手、体力回復してね、試合の方を迎えたいと思います。全回復でいっか。OK。ちょっと銃も使ってしまったんですけど、もったいないですけどね。ドイツをね、まあ、やっつけたいと思います。行きましょう。マネージャーズスコアはインターナショナル、おっと、読む前に言った。さあ、ドイツ VS ボッカのゲームチャンネル、やっていきたいと思います。コナミスタジアムですね。勝てばドイツの選手がね、一人手に入るということで、一応ライセンス持ってるみたいですね、ドイツ。ユニフォームはかっこいいわ。ほんまに持ってるよ。このええな。まあ、ドイツのライセンス持ってるということはね、ウィーレでも持ってるということですね。さあ、やっていきましょう。よっしゃ、いいぞ。はい、いいぞ。よし、入った、入った。よっしゃ。まず先制。加わりられるんだね。なんか変なパフォーマンスしてる。前半終わりみたいな感じだね。はい、前半1対0でね、リードして折り返しました。はい、後半もね、頑張ってくれたと思います。さあ、行きましょう。とりあえずメンバー改造表をということで。イランが前半終わって1対0リードで折り返します。はい、後半始まりました。早いな、ムサ。めっちゃ早いな。よし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 、いいぞ。普通やな、パフォーマンス。お、いい感じや。もうムサめっちゃ強いやん。知らんかった、こんな使えるって。すげえな。出た。よーし、いいね。ちょうどね、ムサが本当にいい感じでね、活躍してくれてね、オーバーメンの、まあ、後継者としてね、見れるんじゃないかということで、まあ、全然能力は違いますけどね、かなり、まあ、スピードタイプの選手なので、まあ、勝利してよかったと思います。じゃあね、ガチャというか、うん、スカウト引いてきますか。はい、おめでとうございます。エキシビジョンマッチに勝利したため、相手チームから選手を獲得できますということで、いきます。結構このドイツのやつはね、選手、いい選手おったんでね、まあ、期待できるんじゃないでしょうか。さあ、行きましょう。本当にはルビーが、そう、センターバックか。はい、ということで、まあ、これで先週のね、獲得しました。で、まあ、コイン10でね、スカウト引けるんで、今日はスカウト引いていきたいと思います。その前に、オーバーメンをね、引退させたいと思います。あ、とりあえず選手ね、スカウト、今、溜まってるね、選手なんですけれども、まあ、こんだけ溜まってますね。結構、いい選手来てるんじゃないかなと思いますけど、クレバリー、ベルナルド・シーバー。この名前ですね。ペッレ。ツイッターの方ではね、一度つぶやいたんですけれども、ペッレをね、獲得しました。獲得してないか。スカウトにいます。結構僕は期待してるんですけどね、どうなんでしょうかね。今日はこんなもんか。まあ、星6か。言うてペッレは。はい、ということで、まず、オーバメヤンのね、引退を。していきましょう。で、この辺、まあ、イウトンとかセンターバック陣は一応契約更新するつもりなんですけれどもね、サウル・ニゲス、まあ、レフトミッドフィルダー、この選手と、あとはクアリアレラはちょっと更新しようかなと思ってます。で、ヒルベアト、この選手も、まあ、サイドバック、貴重なサイドバックだからな、入れとくか。ファン・ヒンケル、この辺も引退しようかなみたいな。ランシーニ、引退。このダムヤノビッチはまあ置いとってもいいかな。オーバーメンね。まあ大怪我をしてね、もうちょっと選手権が絶望的なんで、36歳でありますが、今日、ここに引退をしたいと思います。それでは、行きます。スペシャルコーチ特製レベルアップ大。めっちゃいいやん。いや、引退させます。本当にお世話になりました。結構有名ちゃうわ。スペシャルコーチ。おお、いいですね、でも。今までありがとう。はい、それではね、まあ、新しい選手をね、獲得すべく、まあ、レフトミッドフィルダーと、まあ、センターフォワードあたりかな。スピードのあるセンターフォワード欲しいなという感じなんで、ガチでいきますが、この5ラウンドスカウト、スプリングエディション、ラウンド1、これいきたいと思います。なんたって10で引けるのがね、まあ魅力的ですよね。1人か、選手。まあとりあえず行きます。スカウト10。おまけアイテムがついてきますから。どう？星4以上確定か。おお、ライト、サイドバック。終了。次は星5以上確定、1回やり直し可能。はい、おまけアイテムがついてくる。これはまあいいんちゃうかな。行こうか。行こう。行きます。お、黒や。なんかちゃうかな。色によって違うか。フランコ・バスケス。AL ホワイトレッド。イタリアのフランコ・バスケスですね。オフェンシブミッドフィルダーか。これはなかなかいいぞ。もうちょっと若い方が良かったけどな、23歳。選手確定しよう。あー、どうしようかな。でも、オフェンシブミッドフィルダーいるもんな、絶対。これにしときます。契約はします。とりあえず入れてます。で、もう一回引こうか。150。高いな。高いぞ、150は。普通に選手1人スカウトの言い直しは5人まとめてスカウトできるの星5以上の選手。これええんちゃうね。で、シルバーチケット星5から7のスペシャルチケットコーチどうなのええんかなあ、なんとも言えんなどうなんやろ150やろ ?150 で5人か。普通やな、それは。でもまあ、シルバーの、チケットがついてくるってことで。行こうか。行こう。行くべきや、きっと。さあ、5人、まあ2回も引き直せるしな。来た。やっぱ色が違うやつがええんかなグルキフ。来た。ボウ。セルビー。ラミレス。あのラミレスか。本田圭佑うわ、悩むわ、これ、本田圭佑やろ。でももう一回やり直そうか。だって星6おれへんもんな。ごめん、本田。説ごめんな。あ、来た来た来た。黒1個ある。それはでかい。レフトサイドバック。アレックス・テイス。そして、バウファ。アブランジーニョね。いや、微妙。コンか。マリオ・ルイ。いやー、どうやろう、これ。もう一回引くわ。引き直す。ラスト。あー、緊張してきた。最後、黒あってくれ。頼む。あかん！くそ！車内でも。ルーカス・レイバー。これは有名な。パリ選手のプルスネス・カンプンプ。センターバック。ブライアン・ルイス。ジェフェルソン。でもこれもう確定やからな。どうしようもないな。あかん。結局2回目か1回目か、どっちかで言っとけばよかったわ。あー、次300や。ないわ。いやー、しゃあないな、こればっかりは。はい、ということで、まあガチャ引いてきましたけどね、なかなか難しいな。まあでも、そこまで今のところ、まあ、強い選手って必要ではないんかなっていう感じですからね。はい。ということで、最後にね、まあ、取得している、ユニオンは、またこれね、協会のね、まあ、宣伝だけしておきます。僕が所属している協会ですけれども、こちらですね、日本ウィクラ協会、ID が1282367ということで、結構ね、まだまだ、会員っていうかな、協会の、まあ、メンバーをね、募集しているみたいなんで、よかったら、申請の方お願いしますということで、メンバー募集。これはできないのか。ちなみに、メンバー的にはこんな感じ。ちょっと違うな。公用語、日本語やけど。あ、協会メンバー、これか。うん。まあ、結構、いますよね、人。めっちゃおるよね。めっちゃおんで。何おんねん。30人中30人。あ、これあかんのちゃうの？え？あ、もうこれ以上メンバー増やせないみたいな感じ。結構なんかログインしない人とかもおるな。実際問題。15日前ってもう、前は、まあ僕は一メンバーの一人なんでね、そこまで何も、運営の方にね、口を出すつもりはないんで、はい。ということで、まあ今日はね、ガチャ何回か引いてったんですけれども、なかなかね、はい、当たらなかったということで、まあ、ぼちぼち、ウィクラの方もやってますんでね、応援よろしくお願いしますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。